天保五両半五両半とは、天保八年八月に鋳造開始され、同年十一月末に発行された五両としての、額面を持つ小番型の金貨である。発行が天保年間のみであったことから天保五両半、あるいは中盤とも呼ばれる。表面にはタガネによる五座目が刻まれ、上下に切り門を囲む、大疑枠、中央上部に、五両下部に、密寺の極印。 さらに中央左右に丸枠の切り門が打たれ、裏面は中央に、顔、下部の左端に、座人の元国印、吹書の元国印さらに右上に、保持が打ち記され、丸枠の切り国印を除けば、小判と同形式である。小判と同様、座人、吹書の元国印の組み合わせが、大、基地である特性の献上版が存在する。また、裏面の、保持に代わりに、 天示の極印が打たれたみ、伊の御両藩が存在し、造兵博物館に展示されている。教法大盤以来、大盤の鋳造は与え、財政難に陥っていた、大盤座級裁作として、15代、後藤新城が、銀塚会中心の髪型でも、大金を扱うことの多いことから重宝されるで、あろうと発案し、文政年間以来幕府に鋳造を申し出て、 ようやく実現した五両版であったが、金座五金改め役の後藤三衛門校、通るの権力が強く、一般の通貨であることを理由に金座に、鋳造担当を奪われる形となった。大版と異なり一定の額面を持つ通貨として、発行され、店舗小版より高品位で初期の慶長小版の品位に、匹敵するものであったが、両名は、店舗小版の3倍に過ぎず、 純金量でも4.45倍程度であることから、幕府の財政難を埋め合わせるための出目獲得が、目的の名目貨幣であり、天保12年までの時点における吹き高147,025両による、出目は36,390両であった。岩有金量の小判に対する不足は、両外省をはじめとする商人に直ちに見抜かれ、市中での評判は、すこぶる悪く、ほとんど流通せず、 短期間で少数の発行にとどまった末に、天保14年8月17日までに他の保持金銀と伴いに鋳造停止となり、天保の改革の行き詰まりによる豪華元年の保持金銀鋳造再開の際も五両版については再開されることがなかった。そのため今日、現存するものは希少であり、かつ状態の良いものが圧倒的に多い。 安政3年10月末をもって通用停止となり、五両の額面の通貨として江戸時代を通して唯一のものとなった。ありがとうございます。